皇祖と、家人王家の紋章、李家門、李王家は、李氏朝鮮の歴代国王を出した家系。韓国併合後は、日本の王皇族となり、皇族に準じる待遇を受けたが、第二次世界大戦後の日本国憲法施行に伴い、その身分を失った。1910年の韓国併合に関する条約は、その第三条で、日本国皇帝陛下は韓国皇帝陛下。 ふとし皇帝陛下皇太子殿下並みその皇妃及び公営をして各その地位に応し相当なる損傷威厳及び名誉を共有せしめかつ、これを放置するに十分なる歳費を供給すべきことを訳すとして、韓国皇帝以下韓国皇族に対し、相応の待遇や称号付与をすることを定めていた。また第四条ではそれ以外の韓国皇族についての類似の規定をしていた。 この条約に基づき、王皇族として李王家が建てられ、日本の皇族に準じる待遇を受けた。王、王政氏、皇統の御倉と殿下の継承が与えられた。1947年5月3日の日本国憲法施行に伴い、その身分を失った。また、日戦融合のため、李王銀は、日本の皇族、政子女王と、他に、李健皇や李徳恵も日本人と、 それぞれ国際結婚が行われた。しかし戦後、李銀、政子夫妻以外は、それぞれの理由で離婚している。詳細は、皇想を三省朝鮮王朝、第二十六代国王にして、大韓帝国初代皇帝、構を韓国併合後は、対応の地位を与えられた。詳細は、巡州を三省公衆と王皇、貧妃の間に生まれた着難の利は、 1875年王政史に作法された。ハーグミッシ事件を起こしたことによって、抗争が退位させられた後、1907年、最後の皇帝順守として、慶福宮で即位した。結婚はしたが、子女はいない。日韓併合条約の調印に伴い、韓国皇帝の身分を離れ、その地位に相当する王の称号を、明治天皇から賜る。併合後は、聖徳宮に住んだ。 1926年4月25日に皇居。詳細は、李銀を参照李銀は、1897年に、皇宗と純根紀悲言氏との間に生まれた、純衆の異母帝、英親王に作法される。1907年の純衆即位と同時に、韓国最後の皇太子となったが、幼少時より、日本で教育を受けた。韓国併合と同時に、日本の王皇族として、 王政史に封じられた。後、東京は笠さの屋敷で暮らす。1917年に、日本の陸軍士官学校を卒業。翌年日本の皇族、梨本宮森正王の第一女子である、雅子女王と婚約。1920年に結婚した。順州が皇居した1926年には、利用家当主を正式に継承し、王となった。理人は、日本の軍人として、 宇都宮連隊長などを経て、終戦時には中将にまで昇進した。日本の敗戦後、1947年の日本国憲法制定により、李銀夫妻は王皇族の身分と日本国籍も喪失した。しかし、李正万政権時代には彼らの大韓民国への帰国は許されず、夫妻が帰国できたのは、僕正規政権が成立した1963年のことだった。 1970年に死去。詳細は、利休を参照。ギ銀、政子夫妻の次男、利休は、1931年12月29日、東京で生まれ、王政士の位を得た。戦後、アメリカ合衆国のマサチューセッツ工科大学に留学して建築学を学び、1958年、ヨーロッパ系アメリカ人女性のジュリア・マロックと結婚して、アメリカに帰化した。 1963年、韓国に帰国して実業家になったが、経営していた新韓航空が1979年に倒産。1982年にはジュリア夫人とも離婚した。離婚後は再度日本に渡ったが、2005年7月16日、心臓麻痺のため赤坂プリンスホテルにて死去した。離宮には死死がなかったため、離婚の孫である離玄が養子になった。 複数ある李氏の末裔による団体それぞれが李の末裔である李元と李鈴を当主として承認しており、係争中となっている。詳細は李工を三勝李、工は工宗の逸を、イボアニに順守、イボ帝に皇太子、李王李銀がいる。李氏朝鮮時代には義和君に大韓帝国時代には義親王に封ぜられていた。日韓併合によって工となった。 抗日運動にも参加した。1930年に隠居。1955年に死去した。13男級女の子があり、長男、李健、次男、李の二人の男子は皇族とされた。他の子女は、諸子として皇族府には記載されていない。十男が現在韓国で有名な李鈴である。李鈴は若い頃、韓国で歌手として売れたが、 住んでいた宮殿が国に没収されたため、一度米国に移住したことがある。この李鈴の娘が現在女優を名乗る李博となる。李王家の後継者となった李ゲは、李公の旧男、李の長男である。また、次女、李開園も、女帝として後継者を名乗っていた。詳細は、桃山県一を参照李健公は、李公の長男。母は、帝氏、李の隠居により、 公位を継ぐ、陸軍軍人。戦後は日本に帰国し、桃山県一と名乗る。陸公は、沖ノリ大院君の長男で、高層の二。位。李氏朝鮮時代には、環境君に、大韓帝国時代には、京神能に封ぜられていた。韓国併合により、公となった。併合後間もなくの1912年に死去した。李王は、陸の長男で、順州のいとこ。 A 戦軍君に封ぜられていた。韓国併合により男爵、さらに公爵となった。李樹の死去により、公を重ね刑。1917年死去した。詳細は、李愚を三勝理。公は、李公の次男。母は、金光人。李が、後継ぎの男子なく死去したため、養子となって公を重ね刑。陸軍軍人。広島で原爆により死去。詳細は、 徳江王子を参照韓国併合後の1912年、李太王と即室、両氏との間に生まれた。1925年の王公家規範制定により、李太王の子として王公族となったが、女子であるため、公の位や借位は受けていない。1931年5月、白爵・総武氏との結婚により、王公族から家族となる。戦後に離婚。 韓国へ帰国し、1989年死去、リ友トモラオ系としては最後の王族となった。梨本宮森ノ王の娘政子女王は、日本に留学中の両銀と婚約し、1920年に結婚している。その間に男子を一人儲けたが、溶接した。日本の敗戦後、李王家は王族の地位を失い、韓国が独立。 李夫妻は韓国への帰国を希望したものの、韓国政府に拒否されたため、無国籍となった。牧政規政権下でようやく、韓国籍の取得が許され、1963年に、夫妻は韓国へ帰国した。雅子女王はしばしば、日本の朝鮮支配の犠牲になった悲劇の王妃と呼ばれた。夫が死んだ後も韓国に残り、韓国の社会福祉活動に貢献した。他に、李健康が、 高松松平白爵家の松平豊の娘、松平よ子と結婚。またり徳くが、総武たけ白と結婚している。しかし戦後、李銀、政子夫妻以外は、それぞれの理由で離婚している。ありがとうございます。